東急8500系電車秩父鉄道7000系、電車秩父鉄道7000系7002号編成秩父、鉄道7000系電車は、秩父鉄道の通勤系電車、東京急行電鉄から8500系電車を譲り受けした車両、2009年3月26日から営業運転を開始した、老朽化した線系電車の置き換えのため、東急8500系を、 秩父鉄道で運用するにあたってはぶ方から M1CTM2C の三両編成としたものである。ただし、7002号編成の先頭車は中間電動車からの改造車で、おおむねオリジナル先頭車と同様の形状である。東急からの提供車両が変更されたため、統計式は三両編成2本六両のみの導入となり、以降の増備は7500系、7800系に、 移行した。全長20メートル、側扉は両開き4扉、座席はロングシートである点は、東急時代からの変更はないが、客用扉にはドア開閉ボタンが設置されている。バリアフリー対応として車椅子スペースを設置したほか、ドアチャイムとドア開閉表示等、LED 式車内案内表示器も設置した。床は滑りにくい材質としている。また、 自動放送装置には、秩父鉄道で初の英語放送をも採用し、車掌上無時にも使用される。二部口型戦闘車のデハ7200型には、パンタグラフを新設したため、冷房装置を一気撤去した。そのため、冷房能力はサハ7100系及び、デハ7000系の36000キロカロリー H に対して27000キロカロリー H に減少している。 秩父鉄道の電車としては、初の堺地直波制御方式で、電気指令式ブレーキを装備した電車である。なお、2000系でも実績がある改正ブレーキ機能はそのまま、問題なく使用している。括弧内は、東急時代の旧車両番号である。また、デハ8745.8830の2両が、部品供給車として同時に、譲渡されている。は、 パンタグラフの位置と形状を表す。2009年3月30日から営業運転を開始した7001号編成は、しばらくの間、車体側面に連続テレビ小説、翼のラッピングが施されていた。2012年10月8日から2013年1月6日まで、本形式1編成が映画、のぼうの城公開を記念し、 同作品と行田市の観光ビジュアルをラッピングした行田市観光ラッピング電車として運行された。ありがとうございます。